ヒデさんの動画です。はい、というわけで、一面デフォルトになっておりますけれども、IP54 ソフトバックシリーズデフォルト発売と、しまなりました。あのツールジャパンですねに行った時に、何これ、障害受けてないんですけどって言って、ちょっと大騒ぎしたやつなんですけれども、これがようやく入ってきました。正確にはもう1種類、ま、入ってくるんだけど、現状今6種類、発売となりました。一回写真見ましょうか。はい、こんな感じですね。武骨でかっこいい、タフネス、収納力、防水防塵、航空ブランドならではの機能性、プロユースから DIY、アウトドア、旅行など幅広く活躍ということで、この、ソフトバックシリーズなんですけれども、Tスタック、タフシステム、あとはタフケース、この辺との連動性はありません。これ単発で使うような、まあ、かっこいいリュックだとかバッグが出ましたよという形になります。で、正直ですね、私今これビニール袋から開けてまだもうほぼ触ってないんで、ちょっとね、今日は紹介というよりも、ちょっと僕と一緒に触りましょうよみたいな、動画になっておりますんで、お付き合いよろしくお願いします。じゃあですね、まず早速入ってきてない、ちょっと品番順に行きたいんで、入ってきてないやつなんで写真どうぞ。これ、DWST60101-1、キャスター付きパックバッグということで、正直私はこれが一番欲しかったのに、なんで入ってこねえんだよという形で、次に紹介する商品とこれが結構似てるので、ちょっとこれをベースに語ってみようかなと思います。今見ていただいているこちらは DWST60102-1 ってことで、リュックサック、あーこれ欲しい、どっちにしようかな。はい、リュックサックになってます。なんだけど、これにキャスターがついて、なんかこの辺からハンドルが生えて、キャリーバッグみたいにできるぜっていうのが、まだ入ってきてない、60101ってやつなんですね。おそらく大きさを見ても、ほとんど一緒だと思う。なんかサイドのね、このポケットの作りとかは、若干違うような感じなんですけれども、まあ、こんな見た目のキャスター付きのやつもあるってことで、それ近日発売。じゃあ、これ物ないから次、こっち行っちゃいましょう。60102なんですけれども、これにしようかな、それともキャスター付きにしようかな、悩む。ガッと開けていただきましょう。チャックは、すごく大きくて、まあ引っかかることはないだろうみたいな、超高級仕様のチャックになってます。つかみのところもこうちゃんと指を入れやすいような作りですね。で、メインドコ開けていただくと、あらかっこいい、中身が全部黄色だわ。ここは、あ、ここまでだ、ここまでしか手が入らない、ここまでですね。ポケット、ケーブルとか入れるのにいいかもな。で、中見ていただくと、ここ電池の上になってますね。ここに 18V 6A とか廃光器の36とかが、入るような大きさになってるし、ここにドリルの絵が書いてありますけれども、インパクトドライバーを、保持できる、ドリルドライバーを保持できる。あとはもう大量のポケットがありますんで、もう好きなとこに好きなだけ入れてくれという感じですね。で、歌い文句にノートパソコン入りますせって書いてあるんですけど、なんか、あれ入るとこないじゃんって思ったんですけど、あったっすね。ここだ。これをガッと開けていただくと、うわ、広っ！はい、ここ、柔らかくなってますね。なってて、で、ここに、あ、ノートパソコンの絵書いてあったわ。はい、ノートパソコンをここに入れられると。あ、これはすごいわ。超、超頑丈。こっちも超厚みがある。で、ちょっとね、やっぱ資料がなくて、私あんまり読み解けてないんだけど、この最初に開けた方のこっち開けると、この底がですね、なんかマジックテープになってるんですよ。こうやって。で、マジックテープになってて、こっちのパソコン入れましょうねとかって言ったら、こっちの底と繋がってるんですよ。だから、
なんかここが全部チャックになっててガパって外せて大容量になるぜとかだったら意味分かったんですけど、ここは全部なんか縫い付けられてて、この一番底のとこだけ少しスペースがあるんですよ。だからこれがね、何入れるかがちょっと分からなかった。なんかマジックテープになってます。はい、じゃあちょっとね、メインどこはこんな感じで、マジでいちいち高級。これはテープホルダーでいいのかな、テープホルダーがついてたりとか、あとこれも申し訳ねえ、本当に紹介したいんだけど、ここになんか謎の取っ手がついてるんだけど、これもちょっと私今何か分かりませんでした。で、そこすごい丈夫で、しかもこう層が結構厚いんですよ。だから多少、まあ、泥の上、土の上、まあ、水の上って言うとあれですけどね、こうボンって置いても中のものが濡れないかなとかっていうところは、思いました。あ、ここ行かなかったですね。ここも、あー、ここも結構広いわ。はい、OK、ここの辺までの、ポケットになってますね。いいな、 IP54。 はい、というわけで、あ、ここも、あー、ごめんなさい、収納、もう一個見逃した。ここもでっけえや。はい、あ、こっち見せてなかったですね。はい。はい、こんな感じですね。ちょっと一個の商品で長引くからなんで、ちょっとわかんないわかんない尽くしで申し訳なかったんですけれども、ちょっと、とりあえず皆様にお伝えしたくて、また情報が入り次第、あ、こういう意味ですよっていうのをお伝えしようと思います。はい、じゃあとりあえずリュック終わり、パックバッグですね、パックバッグ終わり。はい、次、品番が、60103-1ということで、これだ。いやー、これも売れんじゃねえかな、ワイドオープン製バッグということで、上はチャックですね。はい、チャック開けて、どういう開き方をするか。ガッと、あ、いいですね。ここにちゃんと、かなりしっかりしてる。ね、他社さんの悪口言うとあれだな。ちょっと弱いのもあったんですけど、これはかなりしっかりしてますよ。で、入ってるから、しっかりと、四角く口を開けて使えるバッグ、ショルダーベルト付き、中にポケット超いっぱいついてます。なんかこのカラビナがなんか特殊なカラビナなんで、なんか意味がありそうなんだけど、なんかこの辺もね、特にまだ売り文句資料が来てなくて、なんかこんなのついてますぐらいで、なんか素敵なコメントいただけると助かります。はい、こんなのでしょ。あ、今紹介している全商品、IP54 歌ってますんで、まあ、こういった撥水性っていうのが、かなり優れてるっていう感じですね。はい、じゃあ開けてもらって、あー、いいね。はい、こういうね、糸のほつれみたいのは、デフォルトご愛嬌って感じで、ありますけれども、お許しください。で、サイドも、大きめのポケットと、あとは、後ろは、あ、これでかいですね。やっぱね、この、なんていうんですか、いちいちって言葉は悪い時に使うのかもしれないですけど、いちいちここが黄色くてかっこいい。はい、あ、これもさっきのリュックと一緒でこういうベルトがついてるわ。何なんだろう。まあまあまあ、はい。じゃあこいつもね、長く語るとあれなんで。これ売れそうだな。はい。じゃあ次行きましょう。じゃあ品番的には、60104。104は、これですね。これもいいね、全部いいわ。角型バッグということで、あ、一緒、ガッて開けるとこう四角く広がるやつですね。はい、でこういった感じで、前面にポケット超いっぱいついてますと。マジックテープでなんか落ちないようになってたりとか、あ、ちょっと影の具合が申し訳ないですね。中に、ジッパー系のポケットはない、全部こう上から入れるような感じになってますね。底面は全機種通してこういう、これなんていうんですか、プラポリ、拭きやすい、汚れても、すぐ掃除しやすいような底板になってます。よし、じゃあ正面、これもさっきのシリーズと似てますね。開けていただくと、
こういった感じで、収納たくさんでしょ。ここはポッケじゃない、ここになんか長物させるな。長物は2本でしょ。まあサイドもポケットいっぱいとか、なんかポケットつけられるとこいっぱいついてる、とことんついてる。はい、わかりやすいですね。レベルの絵が描いてますけど、こうチャック開けるとここに長物のレベルを固定しておけるよと。これ完全に、現場を、意識した商品ですね。あ、これもついてる。ちょっと誰かこれ教えてください。これついてますね。はい、じゃあ次行きましょう。DWST、60105-1 トートバッグですね。比較的、小さいバッグになりますね。電気屋さんとかいいかもしれないですね。どうかな。ああなるほどね。ここはメッシュのポケット1箇所になってるわ。でチャックがあって、濡れたくないものはここに入れれば、防水になってます。チャックもここまで隠れて水が入らないでしょ。はい、テープフックついてます。とっても丈夫だし、ここカラビナになってるから外すこともできると。ショルダーベルトついてます。ショルダーベルトは、縫い付けられてるんで、外せなさそうですね。外せない仕様となってます。はい、後ろ面は、ウルトラでっかいポケット。ここもまたついてるわ。ちょっとごめんなさい、これ誰か教えて。で、こっち、黒かっこいいな。はい、コンベックスホルダーとここが、2段、ポケットになっていると。で、最初に見せろと言われそうですね。はい、仕切り板が、これも縫い付けられてますね。仕切り板の、工具差しがいっぱいあると。はい、こんな感じです。はい、じゃあ今これの大きさを見ていただきつつ、次にやるのが、DWST 60106、トートバッグに対しての、キャリーバッグと。だいたい半分、倍ぐらいの大きさかなっていう感じの、このバッグ、これも蓋とかついてません。もうオープンになってますね。ここはゴムじゃなくてバンドっていうんですか、伸びないやつ、要はへたれないっていうことを言いたいんでしょうね。です。ショルダーベルトがついてます。なんかこれなんかこのなんていうんですか、デバルタって、これと同じぐらいこうデカデカやりたいものなんですけど、まあこういうね、ワンポイントにするところが結構洒落てますよね。で、このハンドルもちょっと、うわすげえ、超でかい。こういうハンドルのついてるバッグってだいたいこう折った時にこの中に収まるようにするっていうのがあるんですけれども、これ完全外っすね。だからこんなでけんだ、すごい。しかも、これマジ持ってほしい。ですね、伝わるかな。この手をこうやった時って、ここがこう三角形というかこう丸くなるんだけど、ここがちょっとね三角になってるんですよ。すっげえ持ちやすい。で、ポケット、さっきと同じタイプですね。で、ここも防水のポケットです。2本入ってるでしょ。まあ、この辺はさっきまで紹介したやつと似てますね。はい、またついてる。 OK、スケールホルダーって感じですね。はい、じゃあ次、これラストですね。DWST 60107-1 ということで、ちょっと画角変えよう。ちょっと画角を変えたせいで小さく見えてたらすみません。僕比較でわかるかな。はい、かなりでかいですね。ローリングバッグということで、ちょっと一人旅行行きたかったらこれですね。もう一個伸ばしていただいて、キャスターがついているので、しかもタイヤが軽いぞこれ。これもいいな、畜生。すごいぞデオルト。はい、じゃあ前面の、ここ開けさせていただこうかな。
大体シリーズものなんで、中身のこう見た目っていうんですかね、作り込み方は一緒っすね。うん、ポケット大きいでしょ。あとは、2本入ってみたか。3箇所。うん。こう、名札入れられるのって。はい。ハンドルはこのボタン、あ、引っ張るときも押してから伸ばして。こういう感じですね。で、あそこはこういった感じ。あ、そこはこういった感じって私今何気なく持ちましたけど、これ取っ手がついてるわ。ほら。だから、こうやって、よいしょって持つときに、すげえいいし、走っていかないようにもロックにもなってるし、これ、考えた人すげえな。で、まあ、ここで持つこともできる。さあ、これがどれぐらい、おー開けやすかった、びっくりした。こんなの開けられっかなって思ったら、ボンって。はい。はい、両サイドに、でっかいポケットがついてるのと、あと、ちっちゃいポケットからの、これもね、またなぜだろうか。この底が、マジックテープになってて、でもこれ以上剥がせるわけじゃないんですよ。なぜここをマジックテープにしたのかっていう理由がわからんな。なんかこれも、もしかしたら海外サイト見れば載ってるのかもしれないですけど、すいません。ちょっと私がまだそこまで読み解けてないまま、おしゃべりしておりますけれども。はい、現場やレジャーにどうでしょうかという、ローリングバッグと。なってます。はい、これで全種類いきましたね。はい、というわけで、どれにしようかな。これかキャスター付きか、個人的には迷ってるけど、とにかくどれか買おう。はい、というわけで、オンラインストアの方に、並べさせていただきました。今現状はですね、店頭の方にあんまり置いてなくて、オンラインストアの方にちょっとバッと数入れましたんで、店頭いらっしゃる方もオンラインストアで店頭引き取りっていう形で注文していただければ、スムーズに購入できるかと思いますので、ぜひ、私生活もね、デフォルトにしてみてはいかがかなという形になっております。はい、というわけで以上、ヒデさんの動画でした。お付き合いありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。